られるようなわけじゃないんで。この間もぐらい四日市あったばっかり。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ああ、じゃあ、ね、バイク事故の、ね、バイク事故、バイク事故、恥ずかしい。自転車じゃなきゃいけない。いや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 、ね、なんかもういろいろ見つかって、途中の幸いで生き延びました。でも食べていたから体重は落ちなかった。そうですよ。だけど思うちょっと。96ぐらい。前聞いた時よりも増えてます。あ、そうですか。あ、そうですか。じゃあ確かはないと思います。でも今回あのちょっと渋がしく行ってきたんで。あ、そうなんですね。ちょっと街道を乗り込んできたから、ね、あれですかね。四日市はちょっといいかもしれないです。分かんないけど。一着ね、前おっしゃってましたけど、一着取れたらまたね、こう気持ち的にも変わってきますし。7着以降なんでミッドナイトだって4着ぐらい取れてもね。まあ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 、そうですね。9着じゃ、9車立てだったら7着あれですけど、ですけど、まあ、ね、リフキして走れることが。そうですね、楽しい。そうですね、嬉しい。でもファンの人も応援してくれるんですけど、まあ、ちょっと不甲斐ない競争ばっかで申し訳ないな。走ってくださってることがまず嬉しいと本当に思います。で、今の目標は一着取れればね、あれですけど、とりあえず競争に流れについていければ、はい、はい、今回の8戦はもう S 級で戦ってきたメンバーがいっぱい発戦されてますね。影谷さんとかね、はい、松井さんとかいっぱいいますからね、はい、逆にホッとします。前田さんとかね、栃木とか、ね、そうですね、いるから、はい、体調も気をつけて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうこじくん、ありがとうございます。いやいや、もうお目にできてもう本当嬉しい。いやいや、残り少ないやろ、頑張ります。と言いながら、まだまだ